旧市街にあるタンミン。超おしゃれなこのブティックは7人のデザイナーが手掛ける個性的なグッズがいっぱい。まずは1階のカフェでスイーツをいただきます。こじはるが選んだのはブラックフォレストケーキ。チョコとチーズクリーム、オリーブの絶妙なハーモニー。お味の方はいかがかな。うん、おいしい。うん、おいしい。なんかさっぱりしてて、チーズケーキの中にこのブラックフォレストが入ってる。ブラックフォレスト。みーちゃんが選んだのはティラミス with マスカルポーネ。極上のマスカルポーネチーズとコーヒーチョコレート。みーちゃんどうですか。マスカルポーネのこの柔らかいこの優しいチーズの味の中にこの、この何ですか、カフェのちょっとコーヒーっぽいちょっと苦みが効いてて、とっても大人な味に仕上がってますね。そして私高見菜が選んだのはチョコレートオペラケーキ with キャラメルアイスクリーム。何層にも重なったクリームとビターチョコレート。お口の中が宝石箱や。慌てた言うもんじゃないよ。美味しいスイーツにすっかり満足のノースリーブスはカフェの上の階にあるブティックでショッピング開始です。はぁ、大きい、かわいい、かわいい、すごい、女の子がすごい好きそう。あ、かわいい。3人それぞれお気に入りのグッズをゲット。そして買い物終わりになんとこじはるから重大発表が。これ二人に私プレゼント買ったんだ。何、嘘、これなんだけど。そらいらねえ。何それ。じゃあさ、それいいからその分のお金ちょっとちょうだい。ちょっとメモしてあげて。そこまで、だって別にあげらんだからいいじゃん別に。いや、だってだってこれね、日本に持ってて何に使う？お家に。私は生涯のラッキーカラーが赤って言われたから私は赤が欲しくて、でみーちゃんはまあいつもね緑だね、イメージから緑かなと思って。高見菜結構黒好きだから。好きだけど3人でお揃いでさ飾ろうよ家に。やだよ。なんかパワーを感じるんじゃない。感じないよ。どの顔前に置く。どの手前に乗り気になってるの。いろんな顔あるんです。やっぱ笑ってる顔がいいかな。これ置くの。マジか、マジか。これからも3人で頑張ろうってことで、私からのプレゼントなので、みんなお家に飾るように。はい、はい、OK、 じゃあお会計しましょう。3人の思い出の品を買ってショッピング終了。ここで私高見菜は杉良太郎さんとの撮影のため別行動。こじはるとみーちゃんはスパへと向かいました。さあこれからですね、はい、高見菜は杉さんとの話し会があるそうで、うん、私は下に行きたいってきます。この後こじはるとみーちゃんのスパ体験。なんか若者が増えてきたこの時間帯な。これさ、お家とかで寝ててもいっぱいいつもクラクションの音がするのね。そうだろうね、もう慣れちゃったね。おしゃれがある。あ、おしゃれ、もういいね。こんにちは、小島さん。小島さん、すごい、嬉しい、ありがとう。あ、小島さんだって。小島さん、嬉しい。なんで知ってんだろう。日本のことじゃないよね。日本じゃないね。ファンじゃん。ファン、嬉しい。湖の真ん中にね、カメさんがいるの。どれぐらいの大きさ？2
これぐらい大きいよ。これぐらい見たことあるの？あ、あるある。あるある。あるある。まだ見たら亀が出てくるのよ。亀さんが。でも1年に1度しか出ないんだって。じゃあ今日じゃないかもしれない。気まぐれさん。亀って英語で何？タートル。ビッグタートル。伝説の巨大ガメに会えませんでしたが、無事スパに到着した2人は日本のテレビ初公開のこのスパで全身パックに挑戦です。スパって感じだよ。ではよろしくお願いします。お願いします。ラブベトナム。こんなにたくさんの本当に素晴らしいアーティストさんの中に倖田來未を選んでいただけたこと自体がすごく本当奇跡だなと思いますし、日本の文化をしっかり伝えるべくしっかり日本語を奏でていきたいなと、日本の音楽を伝えられればいいなと思っております。Xin thưa thì em rất thích chị Cora Kumi ạ. Dạ, chị rất là xinh ạ. Ngoài ra mình cũng rất thích phong cách trình diễn của chị Cora Kumi, rất là gợi cảm, sexy và rất là sôi động. Cora Kumi là một ca sĩ rất là gợi cảm và tôi rất thích cô ấy. Khi xem cô ấy biểu diễn thì em không nào rời mắt khỏi màn hình. Cô ấy có một phong cách biểu diễn rất là đặc biệt, rất là lôi cuốn, rất chuyên nghiệp. さあ、みーちゃんとこじはる全身パックスタートです。みーちゃんは泥パック、こじはるはファイヤーパックに挑戦です。あー、冷たい。あー、泥って、みーちゃん、みーちゃん、何色？すごい、すごい、何色？2人とも、ね、あー冷たい。あーうわ冷たいね。気持ちひんやり。暑かったもん外。うわ私結構エステとか好きで行くんだけど、みーちゃんあんまりそういうの行かない。全然興味ないもん。まだ18歳だから必要ないのよ。そうですか。これって泥とパパイヤではこうなんていうんですか、効き目っていうか効果が違うんですか？泥の方は保湿
効果と、あとまあ柔らかくなるんだよね、肌が。でパパイヤの方は白くなる。やだ、もう白すぎて映んなくなるじゃん。みーちゃん全然アホみたいな。やだ、あれみたい、味噌焼きにされる。すごい焼かれるかなと、うん、美味しそう。食べたい、なんか美味しそう。食べれます。いいな、もちろん食べてもいい。聞いたからには食べて。あ、今日うらやしてる。あ、全然パパイヤそのまま。みーちゃんの泥だからこういうのテレビで見るよね、なんか旅番組で。本当なんかスパって感じ。本当本格的。いつもなんか AKB でやらせるの足つぼなんだもん。うわっ、すごい絵でしょこれ、きっと。どうですか、こんなんでも好きですか。子供のエリア。最低。かわいいの。なんだね、ケチャップ殺人事件。ね、お前本当に包まれる。そして巨大なホールに包まれ、20分間の保湿タイムです。本当になんか捕獲されたエリア。なんとその間に顔面キュウリパックに挑戦。一体二人は。どんな顔になってしまうんだ。ラブベトナム。私たちはウィンズのファンです。おー、ウィンズのファン。ウィンズの誰が好きなんですか。あ、私はリュウチが大好きです。大好き大好き。 I love green。 大好き。 I love wings。 そんなに許せない夜も乗り越えられる。杉さんはさまざまなことで、日越の友好関係をね、こう築いてきている本当に偉大な方だと思うんで、そういう方の開いたまたイベントにこうやって参加できることも本当に感謝してますし、まあ、少しでもウィンズの音楽が、友好関係につながればなと思っております。とみーちゃん全身パックの最後の仕上げ、顔面キュウリパックで果たしてどんな顔になったんでしょうか。キュウリ出来上がりました。どうですか。いや、私キュウリ好きなんで結構いいです。冷たくて気持ちくて、キュウリの匂い